最後ですね。最後の曲もこれです。弦楽アンサンブルの、あ、違うな。弦楽アンサンブル横付き会の皆さんに演奏していただきたいと思います。どうぞ。はい。もうちょっと説明してくるんじゃないですか。私が説明するんですか。あ、そうね。年に1回演奏会を毎年されてるんですけど、今年は10月ですね。10月何日でしたっけ。8日です。8日ですか。日曜日にされるそうです。で、まずその第1弾として練習段階ですっていうのを強く言っておきます。で、今回やる曲はとてもその10月にやる演奏会の中でもメインになる曲でして、まあ、難しいんですね。で、しかもここ3、4ヶ月でバタバタバタと、はい、横付きに入られた方手を挙げて、新しく入られた方、はい、そして楽器を始めたのが半年以内の方手を挙げて、はい、という状態です。なので、皆さん温かい目で耳といろんなもので聞いてあげてくださいっていう、これぐらいフォローすればいいですか、はい、っていう感じでお願いします。じゃあ自己紹介、はい、僕は終わったので、じゃあこちらから順番でいいですか。はい、あ、じゃあ僕の次に振るかぶです。山崎じゃなくて岡部めぐみです。少し前に結婚したんですけれども、結婚式でも皆さんに来ていただいて聞いてもらいまして、本当に私にとっては第二の家族のようなグループで、出会えてよかったなと思っています。よろしくお願いします。音楽が好きな永井ひろみと申します。バッハの無伴奏バイオリンソナスパルティータが弾ければいいなという、貧乏な野望を抱いております。マーデイコスケと言います。向こうにマーデイともに夫婦、奥さんに夫婦で入って、林先生に教えてもらってます。好きな曲はあ、堀内英二です。よろしくお願いします。最初はハーモニカを習ってまして、そこで渋谷のヤマハの音楽教室で、そこでバイオリンもいいなと思って始めました。で、まあ、横継ぎに入ってまだ3ヶ月ぐらいになるんですが、まあ皆さんにまた知ってもらって、合奏とは特に楽しいなと思ってます。よろしくお願いします。松北と申します。最年長です。62歳です。まさかこの年になってこんな素晴らしい仲間に恵まれるとは思ってもいませんでした。とっても楽しいです。お願いします。山本です。まあ、はじめましての方もいるとは思うんですけども、石井先生の演奏会にも出させていただいて、まあ、横付きは結構楽しい場所で、まあ、楽しく弾いてます。よろしくお願いします。東海音大です。すぐそこにある東方航空を買ってます。で、楽器始めてまだ半年なんで全然うまくないので、これからどんどんうまくなっていこうと思います。お願いします。この辺りともと申します。私は高校の時に部活でオーケストラ部でビオラを始めて、でその後卒業後ずっとやりたいと思いながらなかなかできず、去年4月からまた習い始めました。とても楽しんでいます。よろしくお願いします。東海香里です。チェロ歴は2年ちょっとなんですけど、これからいろんな曲が、弾けるようになって音楽を楽しみたいと思ってます。で、最後に、最年長まだいるんだな。金光恵と言います。上がっちゃって。
楽人生と全くかけ離れた生き方をしてたんですが、10年ほど前に主人の勧めで、チェロを始めました。まだなかなか上達しませんが、なんとか頑張って演奏したいと思います。よろしくお願いします。船水と言います。コントラバスは高校の時に吹奏楽部でやってました。でそれまでずっとピアノ習ってて、大学はもうコントラバスと一緒だからってことでエレキベース弾いてました。いろいろやってるので、これからも音楽楽しみたいと思います。よろしくお願いします。今日演奏する曲は、今度18日横好きの最初の創世記に行った、はい、早く浮かせろよって言うんだね今日撮影で行った。
Thank you.
ので、アンコールだけ入ってもらいます。はい、サンバリンのお兄さん。はい、のお名前を。村上光です。なんでサンバリンかは後で聞いてください。はい、アテンションで対しますずみちゃんです。はい。さあ、山ちゃんご挨拶どうぞ。くださりありがとうございました。全員が練習の成果を出し、うまく弾けることができたと思います。最後にラデスキー行進曲を弾きます。リハーサルの時に曲の入りを私が合図したんですけど、うまくいかずにテイクが何回かありました。本番は一発で決めたいと思います。演奏者の方は。どうもありがとうございました。